よし、おはよう。8月4日ラジオ体操は間に合ったかな。あ、間に合った。間に合わないとどうなるんだろうね。つか、僕くん結構ギリギリだよね。曲がかかってから家出るってすごいよな。誰か起こしてあげろよと思うけどね。あ、でも違うのか。自主的に参加できるかを競う戦いだからね。起こすとかじゃないんだね。つか主催が一番大変だよね。曲とか用意してさ、ハンコース係とか。じゃあ、いただきまーす。いただきます。ご飯は鮭、鮭と野菜。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。おばちゃん、アイス。おや？お、アイス買いに来た。おはよう、ひかりちゃん。何アイスを買うんだろう。うちにもよ、男のガキばっかじゃなくて女の子がいたらいいと思わねえか。お父さんよく言うよね、それ。なんで光を見てそういうこと言うわけ。だってこいつ猫飼ってんだよ。それを言うなら猫しょってるんだろ。猫ってる。それを言うなら猫をかぶる。あ、猫をかぶるのこと言ってたのね。あれ、新しいことわざかと思った。光ちゃんに失礼なこと言っちゃった。信じるから俺そういうの。おはようございます。あれ、やすこさんも来たね。どうしたの。やすこさんなのかちゃんなのかね、未だにね、安定しないんだよね。うちの妹、光っていうか。さんでいいか。よろしくね。やすこさんと光ちゃんにしよう。もう何度かお話ししたもん。なんだ、そうなの。光ちゃんなんか機嫌悪いね。私、男の子って大嫌いなんだ。え、なんで。だってここんちの男の子いっつも光に意地悪ばっかしてくんだよ。意地悪をしてくる。しげるくんなんか私の上履き隠したりするんだもん。上履き隠すって結構な。でもしげるくんはそんなにやんちゃ坊主じゃない。重罪なんじゃないかって。なんで光にそんなことするんだろう。わかんないよ。なんでだろうね。とにかく光もううちの方に帰るね。なんでいたずらするんだろうね。あら、すぐにへそ曲げちゃうんだから。さてと、ねえ、またお姉ちゃんと踏み探検でもしようか。踏み探検、うん、行く行く。あ、今日もなんか連れてってもらえるのか。とりあえずこっちにまっすぐ行くと北門とお地蔵様があるから。お地蔵様の方に行くんだ、ね、あ、占いの。そうそう、あんまり占いはこれのことだったんだ。時間が足りなくなっちゃうからね。なるほどなるほど。じゃあ今日はやすこさんと、歩き回る。でもやすこさんっていうのもなんか変な気がしてきたな。うん、なんかね、お見合いみたいな空気感が出るな、さん付けにすると。さん付けもな、どっちもちゃんでいいのかな。もう分かんなくなってくるわ。正解が分かんないわ。背負ったりかぶったりいろんな光がいるらしい。あとまた探検へ行くよ。僕くんはもう呼び捨てなんだね。光、女の子の名前呼び捨てにすんの苦手だわ。すげえ苦手だわ。こっちでいいんだよね。お、いるね。あ、来た来た。面倒見がいいな。このお地蔵様、光はおみくじ地蔵って呼んでるんだ。おみくじ地蔵？なんでおみくじなのかな。知ってるでしょ、僕。さ、なぜでしょう。知らないふりをして本人に聞いてみたらいいかもね。本人に聞いてみるか。えい。中吉か。運命は自分の手で変えるんだ。おわい。これで喜べる自分もちょっとね、どうかと思うけど、まあいいでしょ。2回目って効果ないと思うね。やっぱり森の近くに来ると空気がしっとりしてて美味しいな。お、違いのわかる女。キノコみたいなセリクサい匂いもするけど。ね、お墓の3秒ルールって知ってる。え、3秒ルール。どういうこと。この石段の上にお墓があるの。だからこの広場は息を止めて3秒以内で駆け抜けなくちゃいけないんだ。へえ、そうなんだ。うん、じゃあ息を吸って。なんでそんなルールなんだろう。ルーツが知りたいよね。行くぞ。走ってった。元気だな。よし、帰るか。あ、やばい、こっち来ちゃった。これで帰ったら結構ね、鬼だけど。
お姉ちゃん、本気で走ったの久しぶりだったよ。なんだ、今のはかけっこだったんだ。じゃあ僕だって負けないよ。あ、これこれ、そっちはダメだって。そっちはダメ、行っちゃいけない場所なのか。ねえ、止まって止まって、そっちは嫌だってば。僕くん結構突っ込むな。腹立たしいな。いや、スコ姉ちゃんぶん殴るんじゃないかな。誰もいないのかな。かどうしたの。実はね、ここ私の幼なじみの家なの。家か。そうなんだ。気まずいんだな。今はもう全く付き合いがないんだけど、私が小学校に上がるまではほとんど毎日一緒に遊んでたんだ。あれ、ここのうちの子は一緒に小学校に上がらなかったの。うん、学年が一つ違ったの。あー、学年が一つ違った。そのことに入学直前まで誰も気がつかなかったから、分かった時はお互いびっくりしたんだよね。悲しいことにこっちは一緒に小学校に上がるんだと思っててさ、1年タイミングずれただけで2人とも次の年だと思ってたんだ。仲良くなくなっちゃったというか、付き合いがなくなっちゃったんだね。あ、でも年の差があるって知った瞬間チビス変わったんだね。三毛猫泣いた笑ったララララララ。そんな歌詞だったっけ。グーチョキパーじゃないこれ。一人ひだま右手はグーでみたいな。三毛猫友達できた、ララララララ。なんか曲のリズム一緒だよね。楽しいな。じゃーん。じゃーん。運命のいたずらというか、私たちが男の子と女の子だったからかもしれないけど、私の入学以来その子とは随分疎遠になっちゃったんだ。ふーん、そうなんだ。ねえ、今の歌何？え？これはね、私中学で演劇部だったの。今のは舞台用に私が作ったフランス民謡の替え歌なんだ。お姉ちゃんこう見えても一応部長さんだったんだから。へえ、すごいんだねお姉ちゃん。ねえ、続きはあるの？今の歌に？うん、あるようなないような。このあと夕方になってどんどん暗くなって、気がつくともう周りには誰もいなくてさ、結局猫はまた一人ぼっちになっちゃうんだ。というところまで作って。作って？なんだかどーんと寂しすぎるから作るのやめちゃった。替え歌なんだね。永遠のお蔵入りってわけ。そうなんだ。ちょっと悲しい歌なんだね。うん。さてと、そろそろ戻らないと。あ、ヨー君の家か。帰ってきちゃうかも。幼馴染のヨー君。ヨー君？そう。ここの家の私と一つ違いの中学生の名前なの。それが幼馴染のヨー君ってわけ。へえ。それにしても。ロケットここで飛ばしてんのかな。じゃああの子の機械いじりもかなり本格的になってきたな。あ、そうっぽいね。家族はいないのかな。じゃあお姉ちゃんは話題の主が帰ってくる前にお地蔵様まで戻ってるからね。いやー、こんだけね人が少ないのに疎遠になるもんだね。いやでも仲良くなりそうだけどな。日記を書こうか。安子姉ちゃんと幼馴染の家に行ったよ。村の中を案内してもらったんだ。安子姉ちゃんに村の中を案内してあげた。なかなかうまくできたんだ。なんかね、書いてることが180度違うんだけど。ポエムの方にしとくか、じゃあ。これなんだろうね。ロケットのパーツみたいのが、わけのわからない装置や不思議な図形が書かれた設計図がある。触らない方が良さそうだな。ピ
カピカ輝く銀色のロケット、ロマン。コンクリートの土台が焼け焦げて変色しているロケットの発射台だ。こっから飛ばしてるんだ。はあ、すごいね。ちょっとも何洗濯星座をかけるやつ名前わかんない。洗濯なんでもないこの車、あ、新しい虫だ。あ、捕まえられたかな。ニュー長い。姫しじみジャンボくんに入れる。ここの車とかって調べられるのかな。あ、タイヤに乗ったぞ。あ、荷台に乗れる。あ、そこ行けるんだ。へえ、なんでここ乗ったんだろうね。あ、そこのドラムショートカット、ショートカットしたもののって感じだよね謎のショートカットだな。うん、家の中にも入れるっぽいね。ガラクタの山に占拠された家の玄関、ここが玄関なんだ。物置っぽく見えたけど、モーターを抜き取られた冷蔵庫と、扇風機が落ちている。冷蔵庫と扇風機までロケットの材料に使ったのかな身を削ってというか。何これ、あ、飲んだ。衛生面衛生面を気にしないな僕。これはなんか水が流れてきてんね。わー汚いなつみれちゃん声をしたぞ上には上がいいんだな。俺の貝パンツを持って山に上がってこいと書かれたメモがある。え、どういうこと。大きなガスボンベ、一体何に使うんだろう。上がりたいんだけどな。上がれっかな。こっちからじゃ上がれないのか。何気に縁の下、縁の下じゃない、あ、縁側だ縁の下と縁側が分かんなくなるんだよ。縁の下はここのね、サザエさんの玉がいる部分で、縁側はここの座れる場所だよね。家の中には入れないのかな。入れないっぽいね。ちょっと結構すでに移動しちゃったけど、まあ、こういう探索があると一日が結構早く過ぎていくんだよね。まあ言うてまだね午前中なんだけど、ちょっと虫相撲やりたい。あれがいる。まだいたのかあれ誰かいるよ。サーモンね。写真撮るよいつもよりいい顔してね。おいしそう、サーモンサーモン食べたくなってきた。はい、チーズ、チーズサーモン。写真楽しみにしててね。サイモンは写真家なのかな。ねえ、今の人誰。民宿のお客さんだよ。へえ、そうなの。ヤスコちゃんは知らないんだね。それにしても僕くん、今日は楽しかったね。楽しかった、うん、僕も楽しかった。ありがとう。じゃあまた時間ができたらお姉ちゃんの家にも遊びに来てね。分かったよ姉ちゃん。じゃあね。うん、さようなら僕くん。いや、スローライフしてるよな。あ、3秒ルール忘れてた3秒ルール何なんだろうね。誰が考えたんだろう。ああ、でもヨウくんとずっと遊んでたって言ってたから、もしかしたらヤスコちゃんとヨウくんが昔やってた遊びなのかもしれないな、うん、さてさて、お墓、お墓参り行かないとそんな気持ちにさせてくれるゲーム。なんかはしご途中で壊れてんだよねこれ。壊れてるっつうか、そういう仕様なのかもしれないけど。集まれ野郎ども、召集だ。すごいよね、ちゃんと来てくれるの。すごいよね意外と忠実というかさ、到着ルールは絶対なんだろうな。今日は何のよ。今日は何のよ。
言うまでもないだろう。あのね、僕くん。あ、なんか。君、今みたいに勝手に秘密基地に入ってきていいと思ってる。え、どういうこと？本当はダメなの？なんだなんだ。じゃあ10円か。虫相撲で俺のクイーンカブトを倒せたら正式に俺たちの仲間として認めてやるぜ。クイーンカブトを倒さなくちゃいけないのか。それまでは見習い扱いだ。そういうこと。そうなんだ。でも僕がそのクイーンに勝てたらこの上の展望台に上がってもいいのかな。そこまで行けるようになるんだ。まあクイーンカブトは僕ちゃんがある程度強くなってきたら出してやっから期待して待ってな。キングじゃないんだね、クイーンか。倒せっかな。まず俺が相手ね。コクワガタ出してきたぞ。いけいけいけ。先にちょっと10連勝というか10回勝ちたいんだよね。うん、10回勝つと確か名前とかが変えられるようになる。じゃあちょっとうちの一押し、こっちじゃないか。いやー、前回さ、すげーいい戦いしてくれたよね。自分ボンバーと、なんだっけ、裾払いだっけ、鬼クワガタじゃなくて、コクワガタ、これだね。出す。よし。じゃあ、とりあえず、敵の強さ弱いのままで、いい勝負になるって書いてあるね。じゃあ、背中は3回押しとこう。相手は0勝。いけ！よし、いけ！あと5回勝ちたい。今日5回勝てたら嬉しいな。マジかー。え、終わる？あ、このまま。いやーきつい。最後に自分ボンバーしちゃおう。マジで？あんだけいい勝負してたじゃん。相手がコクワだから一方的な戦いにはなんなかったのかな。ちょっとね、拍子抜けだったな。じゃちょっとこの前捕まえた新種鬼クワガタ、やや不利か。スタミナはすげえあるからスタミナ勝ち狙っていきたいな。ちょっと相手は技めっちゃ出してくると思うんだよね。鬼クワの特性聞いてなかったな。そういえば先に聞いておけばよかったな。あー、でも押し出されそうだな。よし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 。お、え、なにそれ。その気まぐれなやつ。お、なにそれ。相手のスタミナ削れてる。いけ、もう一押し。いやー、なに。いやー、ちょっとやった。今のさ、なんなの、潜り込み。いけいけいけ。あれか、もっと背中をつっつくべきだったのか。マジかよ。今日はここまでにしとこう。ちょっと早いけどね、まあ、まだまだ夏休みあるから。鬼桑は小さいし力も弱いけど意外にスタミナがあって粘り強いんだよ。粘り強いのか。スタミナの成長も多分鬼桑が一番早いね。あ、鬼桑方は成長が早いんだ。スタミナの成長が早い。なるほど、ちょっと覚えとこうか。じゃあ俺たちも元のところへ帰るぜ。僕くん、またね。ちょっとね、昨日砂糖水塗ったとこに行こうか。どことどこに塗ったっけ。あ、ニューだ。とりあえず取りに行きたいね。裏銀しじみ、しじみシリーズね。しじみシリーズがいっぱいな。あれ、あいつらいないぞ。あれ、あれ、どう。やった。これはなんだ、鬼クワガタか、コクワか。あ、でもコクワか。コクワはいっぱい欲しいよね。なんか2回くらい取れるからちょっと欲張っとこう。やった。これノコギリか。ノコギリはな。あ、でも47ミリか。一応なんか交換に使えそうだから。砂糖水塗ろうっと。まあ、しばらくはなんかコクワとオニクワでなんかこう頑張るみたいな。新しい木とかを見つけられればまた変わってくるんだろうけどね。ちょっと今まで行ったことなかった場所に行こう。
ここら辺なんかあるかな。なんだ。あ、僕はちょっとだけ落書きしてみた。ついに普通の家の中の壁に描き始めたぞ。バナナ、桃。なんでバナナと桃を描いたんだ。あ、王冠手に入れた。5個目だね。よしよしよし。光ちゃんの占いもちょっと聞きたいけど。マッサージ機あるぞ。もったいないからお金は入れないけど、ちょっとだけ座ってみよう。そうしてほしい。うわぁ、なにこれ。あー、あのマッサージしてくれる部分が飛び出てるタイプだ。昔ながらの。カゴの中とかなんかあるかな。今は、女湯の時間です。なんだって。あ、入れないんだ、女湯の時間は。ここまで来ちゃってるけどね。今は女湯の時間です。結構ね、なんかセキュリティが甘いよね。ガラス張りじゃん、だって。要するにここでこうやって見えちゃうわけでしょ。すげえな。田舎っていいな。ここは渡り廊下か。この下がちょうどあのザリガニを捕まえた場所あたりに出るところだね。なんか、あ、ここら辺はまだ来れてないね。あ、女湯の何？のれん？のれんがあるね。ここは誰だろう。3番の部屋、テレビがある。1時間20円と書いてある。1時間20円か、結構いい値段だね。スーパーのレシートが捨てられている。ジェットサイダー38円。はあ、景色見れるかな。風に揺れる公園の木々が見える。はあ、廃屋も見えるね。誰も住んでないというか、チェックインしてないね。あ、ジェットサイダー6個目。かなり酸素増えてきたというか、酸素スタミナというか増えてきたね。空き室か、いいな。もう俺これぐらいの部屋でいいもん、泊まるなら。埃がたくさん積もった、水色の壺がある。2番部屋、3部屋しかないのかな、この場所には。あー、こうなってるね。灰皿あって椅子2つ。そうそうそう、こういう感じ。あるあるだよね。畳がここでちょうど終わってフローリング見たくなってんだよね、旅館とかホテルって。押し入れは開けられないと。ここも開いてるね。綺麗なだけで実は人がいるってことなのかな。サイモンがいないんだよね。あー、ここだな。写真が飾られてるわ。タバコの匂いがするカバン。サイモンの部屋。あ、いるわ。灰色の箱が置いてある。とても重たそうだ。すげえ荷物の量だよね。ていうか写真とかこんな、なんだろう、飾って住み着いてるね。何泊だろう。半年くらいいそうだよね。こんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。ねえ、お兄さん何をしている人なの？ね、サイモンは夕日の写真を撮ってる人なんだ。夕日の写真か。カメラマンなの？うん、写真家。あ、写真家か。そこにある本を見てごらん。ごらん。それが私が撮った写真を載せてくれる本なんだ。へえ、そうなんだ。私はここの夕日がとっても気に入ったから、梅雨が明けてからずっとここで夕日を撮り続けてるんだ。あ、じゃあ結構長い間、1ヶ月くらい前からいるのかな。夕日が海に入っていくときにジュッと音がするでしょ。水に熱いものが触ったから。そうそう、純粋だな僕。あの音が写真から聞こえてくるまで頑張ろうと思ってる。いやでも俺昔ほんと太陽海の中に落ちると思ってたんだよね。どうすんだろうと思って。海めっちゃ熱くなるんだろうなと思って。
おサイモン。サイモンはカメラマン、夕日の写真を撮るためにここにやってきたんだよ。夕日が海に入っていく時間、ジュって音はしないよね。音楽流れるだけだよね。ここはこっちにしとこ。なんかポエマーなのに結構ね、現実を叩きつけてくることがあるんだけど。サイモンの本見たいな。あー、中身は見れないんだ。もう一回話しかけようか。でも本当はね、私はここが好きだし、ここの人も気に入ったから、しばらくずっとここにいたいと思ってるんだ。俺泊まりに行って、ホテルとか旅館に最大多分3日くらいなんだよね、外泊が。1週間とか1ヶ月はね、まだ経験したことないんだよね。どうなっちゃうんだろう、飽きるのかな。飽きちゃいそうだけど、帰りたくなくなるパターンもあるよな。ここ新しいね、来たことがない。キッチンがあるぞ。ビールの空き缶がたくさん入ってる。満喫してるね。これはあれか、ご飯はみんな自分で用意するのか、もしかして。あ、へこむ音聞こえたね。あれ聞こえなくなった？1回目だけか聞こえたの。バコンって音したよね。あるある。ここら辺は特に触れないな。いっぱいあるね、コンロ3つ。冷蔵庫の中、ビールがたくさん入ってる。これ全部サイモンなのかな、サイモンの仕業かな。うわー、洗濯機めっちゃ動いてんね。何これ、ローライダーみたくなってんだけど。跳ねすぎでしょ。洗濯物が入ってるね。うんうんって、なんかそこにトイレかな、多分宿泊客用の。あ、トイレだね。よし。そういえば僕くん風呂入ってないね、4日間。相当ね。あ、お母さんだ、ここにいるんだね、いつも。今日も暑いね、僕くん。暑い暑い。汗かいて汗もになってないかな。うん、大丈夫だよ。僕小さい頃よく汗のおかげ来てたんだけど、お風呂上がった後添加粉をつけてもらうの大好きだったんだ。添加粉か。添加粉、あれはうちのたけしもしげるもお世話になったな。俺温熱じんましんだからさ、風呂入ったり汗かいたりするとさ、体が赤くなっちゃうんだよね。多分添加粉でもどうにもなんない。あ、洗濯機止まってるわ。そういえば止めたんだ。あー、でもこれでなんか新しい場所に来れたね。あ、男湯になった。さっき女湯だったよね。お風呂入ろうぜ。何時だろう今。あー、3時頃か。結構いい時間帯になったな。脱げるか。お風呂に入りますか。はい、来たー。温泉なのかな、温泉ではないのかな。まあ、この際どっちでもいいよね。よし、僕くんリセットされたね。なんでバナナと桃を書いたんだろう。何か意味があるのかもしれない。朝顔に水をあげたいんだ。それも忘れちゃいけないね。よし。あ、夕日になったかな。よし。育ち具合はどうなんだろう、これ。かなりいい感じじゃない？あ、でも目に見えてってほどではないな。なんか浸水しそうだけど、あ、いないな。
つみれちゃんと話してみるか。ただつみれちゃんの小説を読み始めると完全に聞く姿勢になるからねしょうがないんだけど、進展はあったかな。あー、やっぱ8月は暑いね。暑そう。裸になって仕事したいね私こう見えても透明人間だからさ、裸になるとどこにいるのかわからなくなっちゃうんだ。いや、その突然のね、突然のボケねあ、そういえば小説がぐーんと先に進んだよ。進んだんだ。今回は大長編の自信作。大長編か覚悟しないとな。みんな覚悟はいいか。俺はお茶を飲むよこの時間このお話を聞いてるときはまあ大体なんか俺は食べ物を食べたり休憩したりしてるんだけど、第3章、仲良しは忘れない。仲良しは忘れない。キツネ君は最近なんだか様子がおかしい感じです。いつもポカンと空を見上げて家の前のベンチに座っています。僕、去年転校していったリスのノリスちゃんに会いたいんだ。でもノリスちゃんはもう僕のことなんか覚えてないかもしれないし。それを聞いたパンダの黒と白くんは隣町に引っ越したノリスちゃんの家に行きました。ノリスちゃんはポカンと空を見上げて家の前のベンチに座っていました。私、去年まで毎日一緒に遊んでいたキツネ君に会いたいんだ。でもキツネ君はもう私のことなんか覚えてないかもしれないし。それを聞いたパンダの黒と白くんは一体全体どうすればいいのかわからなくなってしまいました。このお話は続きます。はあ、やっぱり連動してるというか関係してるよね。多分これはやすこちゃんとようくんのことなんじゃないかな。でもお互い気にし合ってるけど話しかけられないというか、なんかこう甘酸っぱい感じなのかもね。でもやっぱり続きを書こうとすると書けないな。何が？何がって小説がだよ。変わってるな変わった人だな。ガキども、ご飯だよ。あ、目の前で言われることあるんだね、あのお母さんに。そんなこともあるんだね。まあ晩御飯クイズはまたお預けだな。じゃあいただきます。いただきます。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いいね。ちょっとさ、売店見たいんだよね。売店の一番高いのっていくらだろう。あ、アイスは50円か。卵アイスめっちゃ好き。あれ超美味しいよね。白夢って何？北極はベビースターラーメン。梅ジャムせんべい。これはアイスじゃねえな。串イカ美味しいよね。ベースボールは多分ホームランバー的なやつだよね。ホームランバーは今でも売ってるね。ここら辺のメロンアイス、バニラアイスはなんか高いね。大きいのかな、サイズが。そしてこっち、ジュース。あれなんかさ、もっと高い商品なかったっけ。俺の記憶違いかな。なんかすげえ高いのがあった記憶があるけど、ないね。ジェットサイダー飲めば王冠もらえるのかな。もらえそうだよね。ちょっと釣りしたいんだよね。どこで釣りするか。釣りをする。これ飛び込めんのかな、夜って。あ、夜は入れねえわさすがに。
超過仕掛け変更。仕掛けは何がいいんだろうね。あー淡水と海釣りの仕掛け変えられるんだね。サビキ、魚の皮を張った疑似張り。まあ狙いがないから今どれを釣りたいとかがないから、なんかローテーションしていくといいかもね。これかな。じゃあちょっと釣りしてみるか。キャスティング結構近いところに投げんな僕これどうやって判断すればいい。あヒットってきた。わかりやすい。おおおまあまあ大きな一歩ですよマージ、107ミリちっちゃいな。ここら辺で大きいものってなかなか釣れなそうだよね。お、来た。何？あー、メバル。ちょっと大きくなったね。211ミリ。あー。来い！来た！よし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 。結構大きいんじゃない？ホウボウ。なんか気持ち悪いの釣っちゃったな。まあ、これで3匹目か。ちょっと夜釣りレベル高いな。なかなか大きいのは釣れないな。シマウマ魚釣りたいんだけど釣れないもんだな。ちょっと時計見るか。あぶね、10時か。こっからでも寝れるんだよね。ほら寝れちゃう。じゃあここで寝ちゃおう。まあここで寝るわけじゃないんだけどね、実際はちゃんと家戻るんだけど。なにこれ、つみれちゃんは透明人間すごいな、ざっくりだな。服を脱いだら見えなくなるよ。電気消しておやすみ。おやすみ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。